改めまして、神谷博士です。残暑もっす、サマーもっす、小野大輔ですもっす。小野くんさ、サマーもっす。小野くん、小野くん、はい。ちょっとさ、なんすか、向こうにさ、うん、なんか鳩っぽい人いね。似てる。あ、今科学したけど本人じゃないよね、鳩。なんかあんな小綺麗じゃなかったよね、前ね。あ、そうなの。そう、だからなんかすげえ似てるなってさっきから思ってたんだけど。どう、あの顔はハト本人だ。今垣間見えた。って顔して表情が、あの表情、ハトだ。ハトだ。あ、やっぱハトなんだ。ハトじゃん。ハトなんかすげえ綺麗になってない。大丈夫？ね、投げキスされた。ハト何しに来たの？ハトすげえな。うわ、ちょっと適応力が高すぎる。ちょっと売れたらやっぱあれなんじゃねえの？小綺麗になっちゃってハト。なっちゃうの？なんかあれじゃないですか。ね、すごく分かってました、ね、妙に女っぽくなっちゃって。うん。なんかいい女風情。だから、投げキスはいいからもう。投げキスいいから。何しに来たの今日は。これ何ですか？ あれですよ、はい。前回も来た時ってレポート漫画を確か書いてたじゃないですか。今回もそうなんだ。あ、じゃあ次の方にレポート漫画載っちゃう。あ、ちゃんとしよう。ですね。どうやら次に。あ、ハト。今日も綺麗だよ。うん。前回も綺麗だったけどね。とっても綺麗だよ。うん。ハト。ウェリーが、すごくウェビーだよ。お前無理だよ、そういうの。お前それ向いてねえ。そうですね。出てこなかった。うん、残念だったな、うん。だからモテねえんだな。俺ちゃんと言ってたけどモテねえ。まあいいや。では、リスナーから届いた普通のストーリー略して普通ストーリーを紹介しまーす。でー、これは誰？あ、ラジオネーム宇宙戦艦トマトさんです。わ、もうベタな名前でびっくりした。いいね。はい、埼玉県のお住まいの方です。もしかしてディアボーイじゃないかな。オノディ・ヒロシ、スピーカップ。オノディ、アニメ、黒羊に出演されるそうですね。お、しかも、主人公で、しかも、うん、あの、坂本真綾さんと共演されるそうで、もっ、この世で一番好きな声優さんが真綾さんであり、うん、オノディのことも結構好きな僕には、ほらオールスター、ラーステンの勢いですよ。絶対見ますね。ほらというわけで、これからは新コーナー、今週の真綾さん情報を楽しみに聞かせていただきます。まさかの、まやさんファン。うん。ディアボーイだって。まあでもね、うん、見てくれるんだったら、全然オッケー。うん。むしろ。うん。いや、黒羊ですよ。うん、ああ、黒羊ね。あ、そうだよね。今俺もうディアボーイのことで頭いっぱいだった。うん、また来ちゃったと思って。そうじゃねえんだ。またディアボーイか。ああ。黒羊出る。出ます。これ10月の新版ってことですか？そうですね。秋版ですね。いやもう今回は小野くんすごいね。さんですね。ん？すごいよ小野くん。ありがとうございます。モノクロンファクターが終わったと思ったらもうすぐにもう次の主役じゃないですか。でもまあ本当ありがたいことでね、本当に。でも結構ねやっぱこうプレッシャーある。潰されちゃうプレッサーに。プレッサーに。プレッサーにお前。プレッサーに。プレッサーにお前。プレッサーでブサッと潰されちゃうお前。ズボンがツルツルになって。もうなっちゃうお前。綺麗。すげえ。プレッサーにバッサッてやらせちゃうじゃんお前。プレッシャーもう押し潰されそうですけれども、まあ、頑張る。羊が好きなんで僕、キャラとしての。なんかこう、僕がすごいこう、浮き沈みが激しい。違う、浮き沈みじゃなくて、あ、なんていうんですか、あれ。こう、感情の。振れ幅が大きい人なんで。うん。だから、ああいうこう、絶対曲がらない人っていうか、その、自分の忠義心を絶対曲げないじゃないですか。はい。そういう人はすごいやってみたかったんで。おー。うん。なんか確実にこう、自分のやりたい役をやってステップアップしてる感じがするね、小野くんは。ありがとうございます。いやー、羨ましいですよ。やってるじゃないですか、だって、神谷さんだって。何もやってないっすよ。あ、なんだっけ。大体、うちで猫触ってるか、あれですか、なんかテレビ見て、モンター、モンター、そうか。あ、昼の番組。昼か、まあ、早朝もあるけど、昼だな、これ絶対。朝起きたら、モンター、今日も頑張ってんな、いつ寝てんだろうな、この人、つってるだけだから。朝のモンターと昼のモンターを両方見れちゃうんだ。そう。ろくでもねえな。うん、大体そんな生活だよ。大丈夫。ハト見て、ハト見て。上から目線で大丈夫って言われた。え？あ、ハト、俺もう頑張って仕事するからかっこよく書いてくれよな。宣伝、よろしく頼むぜ。一緒に売名していこうな。小野くんの名前を使って。おい。え、何？いいよ。あ、いいんだ。ありがとうございます。じゃあ、俺についてこいよ。お、ありがとうございます。
心強い言葉。夏目にも出してください。あ、それは残念ながら夏目出して。夏目出たい。ラジオネームマイさんからいただいてますよ。はい、ヒロシオノディこんばんは。わわ、私はいつもお守りにローズクォーツのブレスレットを身につけています。うん、お二人は何かいつも身につけているものってありますか？はあ、はい、あります。僕ね、あんまりその装飾品とかつけない人なので、うんうん、あの時計も最近つけてるんですけど、うん、昔はなんか手首とか首とか、なんだろう、こうに物を巻くのが苦手だったんですよ。ああ、乳首には巻いてんのに。ああ、あれをね、うん、あの、あ、言わなくていいよ、輪っかみたいな。詳しく言わなくていいよ、みんな聞くから。痛いの我慢していつもつけてるんですけど。そういう時は本当にいい顔するよね。そういう話する時はね。膨らむかな、膨らむかなと思って。胸だけにね。うん、どうですかみたいな顔すんなよ、もう。何その顔。伝わんねえよ。あんたどうなんだよ、あんたどうなんだよ。ああ、ヒロシさんはどうなんですか？まあ、ネックレスとかね、はい、結構つけたりとかしますけれども、うん、まあ、普段はいつも十字のネックレスとかしてるんですけれども、最近はちょっとちっちゃいタイプの、うん、うん、やつをしてますね。大体ネックレスはしてるかな。前にもらった何、うん、だろう、十字クロスのやつはパクロミとか、うん、あと、野島ヒロとかに、うん、お守りとしてもらったんだけれども、まあ、それはね、普段からずっと持ち歩いてるの。つけてはいないけどね。いいですね、お守り。なんかこう、誕生日とか。そうそうそう。そう、冬場はなんかあれつけたがるんだけども、夏はちょっと大きいんで。うん、うん、バランス的にってことで。だから、でも最近バッグの中に入ってます。おー。小野くんそういうのはないんだね。え？小野くんはそういうのないんだ。特に願掛けみたいなのはしてないですね。あ、でも薄い時計はすごい。ペラペラのやつ気に入ってたんだけど、あげちゃったじゃないか。うん、でも黒いの持ってたじゃん。黒いのも、うん、あれもボロボロになっちゃって、もう、うん、安いからですかね。プラプラな。半年ぐらいでなんかボロボロになっちゃって、うん、新しいの欲しいなーなんつって思ってる次第であります。買ったらいいんじゃないの？やってよくね。うん、なんか、ロレックスとか買っちゃえばいいんじゃないの？これ見逃しに。これ見逃しに。これ見逃しに。似合わないと思う。いや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 、似合いますよ、小野さんでしたら。本当ですか？似合いますよ、小野さんでしたら。なっちゃうかな、ロレックス、ロレックス。何リアルに考えちゃうの？リアネーム、ザクリンコさんからいただきました。はい、もうすぐ引っ越しをするのですが、引っ越し先がコンクリート打ちっぱなしのマンションです。男のモテ部屋はコンクリ打ちっぱなしプラス間接照明プラス最後の晩餐でしたが、うん、女のモテ部屋には何があるべきですか？また女の部屋にあったら CK なのは何だと思いますか？何これ、空気を読んだメールは。ああ、まあモテ部屋計画、そうですね、最近話してなかったですね。女の子の部屋にあったら CK なもの何かな。まあでも女の子の部屋にあげてもらうことってないじゃん。わかんないですね。何が、まず何があるのか。何あるんだろう。なんだろう、甘い香り。そう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 。同じこと思ってる。同じこと思ってる。甘い香り。あと、ここは開けちゃダメっていう引き出しでしょ。そう、ある。ここはダメっていう引き出しでしょ。ここもダメ。なんで俺もう深夜の変なアイドルが出る番組見すぎだよ。確かにね。イメージ映像だね。イメージ的にね。そうだね。ここ開けちゃダメとかガーって開けたらガンプラとか入ってたら、うわってなんのかな。むしろテンション上がるから。それむしろテンション上がりますね。だよね。ガンプラが好きな女優さんっていうか、声優さんでもモデラーの人っているじゃないですか。あ、そうなの？うん。うん。荒井さとみさん。あ、そうなんだ。うん。モデル得意って。ファーユイリ。ん？ファーユイリ？ファーユイリ。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 なんか、作るの得意っていうのも聞いたし、なんか、それってちょっと、燃えません？ああ。女の子にガンプラ作るって。あ、そうなんだ、初めて知った。うん。あと、僕、持ってる本あるんですけど、女の子でも作れるガンプラ、っていうので、モデルアイドル、まあ、モデラーアイドル、そんなのいいの？方がいて、そんな方いらっしゃるんですか？その方は、でしょ？その方が、上野の、その、おもちゃ屋さんの中に、工房みたいなの持ってて、山城屋か。うん、あ、そうそうそう、それだ、それだ、うん、ブースがあって、うん、その人の。
行こう、山城屋。そこでね、あの、公開で作ってる。あ、そう、山城屋行こう。何がっつきすぎすげえがっつきすぎ。でも、最初は普通にくすぐみだったりとか、うん、ちょっと緩むったりぐらいなんですけど、うん、あのね、その本でその奇跡を追ってるんですけど、彼女がプロ級の腕前になっていくところを、うん、あの、つなぎ目消したりとか、ちょっとスクラッチしたりとかして、すげえな、最終的にめちゃめちゃかっこいいサダビー作るんですよ。マジかよ。で、そのめちゃめちゃかっこいいサダビー、めちゃめちゃ完成度の高いサダビーを作ってる、そのめちゃくちゃ可愛い子、アイドルのその可愛い子も最初の時よりちょっと可愛くなってるんですよ。マジかよ。垢抜けてるんですよ。これ素敵だ。これだ。ガンプラで綺麗になってるんですよ。うわ、ガンプラで綺麗になろうだ。うん、それだ。これ良くないですか？山城行こうまず。だからガッツキする。あ、そっか。じゃあガンプラだったら別に CK じゃないってことだもんね。なんだろうな、 CK なの。あ、わかった。ドクターペッパーだ。女の子の部屋にドクターペッパーあったらちょっと嫌かな。そうですね。あの、色がおどろおどろしい。これ。こんなのあったらちょっと嫌かな。四国ケミカー。これだね。ドクターペッパーあったらちょっと CK かな。まあ、QR もね、あの、自動販売機には入ってるんですけど、ね。はい、今日はたまたまドクターペッパー飲んでまーす。はーい。すごいな。はい、あの、皆さんもぜひ、あの、気をつけてください。なわけで。引き続き。皆さんからの普通のストーリー、略して普通ストお待ちしております。